どうぞご入場ください。第一、第二会場は合気道小山田道場道場長小山田孝之先生をご紹介いたします。小山田先生は長く養心館本部師範として活躍後、現在小山田道場を設立し、広く合気道の普及に活躍されておられます。第2、第3会場は養心館合気道用部会代表園田武彦先生をご紹介いたします。園田先生は14歳から合気道をはじめ養心館に入門されました。以降55年の歴史を迎えたそうです。円熟の境地に入り、ますます活躍中であります。
レオンバ先生。相手と同化し、一体となって技を身につける。日々、研鑽に努めておられます。
滝田先生の素晴らしい拍手をお願いいたします。次の本も入る竹野先生、どうぞご入場いただきます。合気道山梨美容師館館長竹野隆文先生をご紹介いたします。竹野先生は1968年美容師館に入門され、後塩田剛造館長の内弟子として長年修行を山梨養心館を設立いたしました。今年30周年を迎えるに至っております。滝野先生には浦安市の演舞大会欠かさず演舞をいただいておりますが、いつも見る者の心を捉える合気道の素晴らしさ、竹野先生の演舞をどうぞご注目ください。竹野先生の素晴らしい演舞をどうぞ拍手をお願いいたします。
それではこの演舞で最後になります。安藤先生、どうぞご入場ください。ただいま11名の先生方によって素晴らしい演舞を行いました。本日最後となります解説演舞は、両神館合気道劉代表安藤恒夫先生が行います。安藤先生は浦安市偕楽の劉本部道場に拠点に、国内外広く合気道の普及に活躍されておられます。そしてその合気道の真髄は下方面からご紹介いただきました、安藤です。今日は最後にですね、解説演舞で、先輩諸子がおられる中、私が、主催者側ということでさせていただきます。ご了承ください。また、このように多くの方、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで、第27回浦安市合気道演舞大会を盛会に、開催でき、ここまで最終のどこまで来ました。今さら合気道がですねどうのこうのということはないんですが、もうこれまで、小さな3歳の子供から80ぐらいだと思います。年配者までですねやられたということ、それがもう全てでありまして、合気道ですね。でなぜ、老若男女問わずですねできるかということはですね、それなりに連磨できるかということはやはり、自然であって、師匠塩田剛堂先生に言われたようにですね、合気道は自然なんだと、無理をしないと、というところが誰にでもできるところではないと思います。無理を、相手にですねどういうことかというと、逆らわないというか、相手がこれを押してきてるんですね、こっちも押し返すと、それはぶつかったんですね、力の強い方がどうしても勝つということで、こうし来たら周りみたいですね、相手は、ね、喜んで、ついて、ふわって、それ、来てよ。
ドラムいるな。ドラムやってる。頑張ってください。本当にご苦労様でした。
板倉先生、おめでとうございます。各賞発表。正面の方から右側からずっと並んでいただきたいと思います。それでは発表いたします。最優秀演舞賞、杉山悦子、石川幸男さん。石川幸男さん、代理の方おりませんか。はい、続きまして少年関東演舞賞、少年関東演舞賞、田中美里さん。田中美里さん。続いて中高生優秀演舞賞、森光瑞希さん。森光瑞希さん。森光瑞希さん。続きまして、竹山静岡市養心館静岡支部の代表の方。続きまして、王子道場女子、王子道場女子。続きまして、少年三条、少年優秀三条演舞賞、少年優秀三条演舞賞。それでは最優秀演舞賞の杉山悦子さん、どうぞ前に出てください。続きまして、優秀演舞賞、森本秀樹さん、どうぞ前に出てください。浩二さん、前に出てください。はい、続きまして、石川幸男さん、石川幸男さん。関東演舞賞、石川幸男と以下同文。続きまして、少年最優秀演舞賞、竹山恵子さん。優秀演舞賞、竹山恵子さん。
Thank you.
お願いします。